ヨメコさん、こんにちは。ナラさん、こんにちは。これから家を出るんですか？え？何が？あれ？今日は誕生日会ですよね。ほら、ナオミさんの娘さんな。確か、ララさんたちも呼ばれていますよね。ああ、そのこと。それでヨメコさんに連絡したのよね。何ですか？何かサプライズとかですか？今日の誕生日会はキャンセルでお願い。キャンセル？あ、キャンセルを装って、それで後からみんなで驚かせるとかでしょうか。でもそれってナオミさんの娘さんショックですよね。やだ、もう違うってば。そういうことじゃないの。どういうことですか？だからさ、普通にキャンセルよ、キャンセル。誕生日会は中止になったから。いやいや、私ナオミさんからそんな連絡もらってないですよ。なんならさっきちょっと連絡したばかりですし。はあ、ヨメコさんって空気読めないって言われない？え？あの女、工場勤務のシングルマザーで貧乏くさいでしょ。移ったら嫌だから娘の誕生日会もみんなでボイコットするの。最低。え？え？ちょっと待ってください。冗談ですよね。冗談にしてもちょっとタチが悪いですよ。いい子ぶりっ子かよ、キモ。え？ララさん、どうしたんですか？これだから空気読めない陰キャって無理なんだよね。周りと足並み揃えられないの？ああ、そっか。ヨメコさん子供いないもんね。ママ友付き合いのやり方とかわからないか。あの、ララさん、いきなりどうしたんですか？だから言ってるでしょ。ヨメコさんだって知ってるよね。ナオミさんが新ママなの。ええ、それは知ってますけど。要するに男に捨てられた女ってことでしょ？しかも朝から晩まで汚い工場で働いてるんだよね。そんな人が開催する誕生日会とか、なんか安い毒だらけの料理食べさせられそう。だから親切に行かない方がいいよって言ってあげてるんだけど。何言ってるんですか？偏見にも程がありますよ。はあ？何？文句でもあるの？だってナオミさんは旦那さんを亡くしてるんですよ。お子さんが生まれたばかりの頃に。これのどこが男に捨てられたって言うんですか？それに捨てられたとしても他人がとやかく言うことじゃないです。おい、あんた生意気だね。子供ができてもうちらのママ友グループは無視するから。別にいいです。それに汚い工場って、それこそ偏見です。工場はいろいろな種類があるけど、ナオミさんは食品工場で働いています。衛生管理はかなり厳しいんですよ。うるさ。子供がいないからって新ママをかばうの？かわいちょうでちゅねー。なんで？はあ？なんでわざわざ誕生日会に参加するって言ったんですか？今頃ナオミさんは準備してるのに。だってその方が楽しいじゃん。あ、他の参加予定だった親子は全員行かないから。まあ嫁子さんは行けば。そんな。私の名前は嫁子。施設で育った後就職して今は八百屋に嫁ぎました。そこで私を実の娘のように可愛がってくれる義母に出会い、今は日々幸せに暮らしています。今日は近所に住んでいる直美さんの家に行く予定。小学生の娘さんが誕生日会をやるんです。基本的には娘さんのお友達親子が呼ばれていますが、私は直美さん親子と仲良しなので招待していただきました。でもララさんからの連絡に本当にびっくりです。ララさんは冗談交じりなのか本気なのかわかりませんが、自分をボスママと言っている人、周りにはいつも取り巻きがいます。性格は正直きつくて癖のある人なのですが、今日は娘さんの誕生日会なんです。まさか子供を悲しませるようなことをするなんてさすがにやりすぎ。どうしよう、誕生日会の時刻が迫っています。このままではナオミさんの娘さんが悲しんでしまうかも。私はすぐに義母に相談しました。そして義母の助言であることを実行したんです。ヨメコさん、あの誕生日会行ったの？どんな料理出た？もやし炒めとか？貧乏人でもさすがに炒めるくらいはするよね。ガス代の節約のために生で出してたりして。かわいそうな人ですね。本当にかわいそうだよね。惨めな人生。惨めなのはあなたの方ですよ。は？何言ってんのあんた。子供すらいないくせに偉そうだね。あなたのお子さんは誕生日会に来ていますよ。はあ？あ、ほんとだ、娘がいない。まさか連れ出したの？
返せ、娘を返せ。何言ってるんですか。ララさんのお姑さんが連れてきてくれたんですよ。あのババア。それにみんな集まっています。そんなわけない。だって私の取り巻きは家にいるもの。この嘘つき女。他の人たちはたくさん来ていますよ。それにお料理や果物だっていっぱい。はぁ、あ、うちからは旬の果物をたくさん持っていきました。義母が綺麗にフルーツカットして盛り付けてくれたんです。お惣菜屋さんは揚げたての唐揚げやメンチカツ、お魚屋さんがお刺身を用意してくれて、洋食屋さんがミニオムライスやハンバーグを作ってくれました。何よそれ。だってナオミさんの家は貧乏じゃない。そんなのララさんの勝手な勘違いです。それに貧乏だったとしてもどうしてバカにされないといけないの。ララさんは働いてもいないじゃないですか。ララさんが裕福な生活をしているのは旦那さんのおかげですよね。なのにどうしてそんなに偉そうな態度が取れるんですか。知ってますよ、家事もろくにやらないって。うるさいこの貧乏人。子供だっていないくせに。そうですね、私の家はララさんに比べたら収入が少ないかもしれません。それに私はまだ子供にも恵まれていません。でも私はララさんみたいに人に嫌がらせをしたりしない。私の心は今とても豊かです。何を偉そうに。ちなみにナオミさんは手作りのケーキや焼き菓子をたくさん用意していましたよ。結婚前はパティシエール見習いとして働いていたんですって。とっても美味しいです。他のお料理も美味しくてみんなで楽しんでいますよ。うるさい消えろ。あなたはきっと誰が何を言ってもダメなのでしょうね。誕生日会はとっても素敵な時間になりました。商店街の皆さんに声をかけてみたんです。誕生日会が始まる直前は誰も来なくて、ナオミさん親子もすごく不安そうでした。でも商店街の皆さんが次々入れ替わりに訪れると、次は何かな、誰が来てくれるのかなとワクワク状態に。みんなで楽しく過ごしていると近くの公園で遊んでいた近所の子供たちもやってきて、ますます賑やかな状態に。この子たちはナオミさんのお子さんのお友達ではありません。でもみんな商店街の子供たちです。すぐに打ち解け仲良くなり、みんなで誕生日ソングを歌いました。するとララさん以外の親子も来てくれて、結局ララさん親子以外は全員揃ったんです。そしてみんなナオミさんに謝ってくれました。ヨメコさん、本当にありがとうね。うちの娘、最初はみんなが来てくれないって泣きそうだったのよ。たくさんの人が来てくれて本当によかったわ。ヨメコさんが皆さんに声をかけてくれたのよね、ありがとう。いえ、とんでもない。それよりも、私ララさんのこと知らなくて、きっと前から嫌がらせがあったんじゃないですか。気づけなくてごめんなさい。そんなのヨメコさんが気にすることじゃないわ。でもありがとうね。ララさんはね、いつも一人のママをターゲットにするのよ。ターゲット？そう、それで無視したり嫌味を言ったり。うわぁ、バカバカしいけど、みんな自分がされるのは怖いのよ。だからララさんには誰も何も言えなかったの。じゃあみんなで協力すればいいんじゃないですか。え？そういうことをするのがララさんだけになれば、みんなでちゃんと言い返せばいいんじゃないでしょうか。こういう言い方をしていいのかわからないけど、今回は絶好のチャンスだと思うんです。確かにそうよね。今までみんなララさんが怖くて言いなりになっていたみたいだけど、今回は行動することができたんだもの。きっと大丈夫よね。はい。その後ママさんたちはみんなで集まって話し合ったそうです。誰かを無視したり嫌味を言ったり、そういうのをしているのは基本的にララさんだけ。周りの人たちはララさんが怖いからとりあえず会わせていただけなんです。本当はこれだってダメなことですよね。でも私は母親ではないので、ママさんたちの気持ちはわかりません。もしかしたらお子さんのためにと無理にそうしていた可能性もあります。そこは私には何も言えません。でも今回のことがきっかけでみんな目覚めてくれたみたいです。私には関係のない話かもしれないけど、ハッとしました。ヨメコ、あんたどこ行ったんだい。あ、お母さん、お惣菜屋さんがキャベツ追加で欲しいって、今届けて帰り道です。そうかそうか、今日はちょっと寒いからね。早く帰ってくるんだよ。はい。あ、そういえばナオミさんのところにさ、春キャベツ持っていきな。
今日はいっぱい仕入れたんだけどね、少し余りそうだからさ。ああ、嬉しい。ナオミさんの娘さんがね、キャベツのスープが好きなんだって。ナオミさんのスープ、ほかほかで美味しいって。あれあれ、それじゃあいいところいっぱい持っていっておやり。はい。あ、どうした？春キャベツがいっぱいな酒粕のスープ。ああ、私がたまに作るやつだね。よしよし、嫁子、お揚げとこんにゃく買っておいで。今日は酒粕のスープ作ろうね。わあ、嬉しいです。はい。その後、ララさんは離婚してどこか遠いところへ引っ越したそうです。正直なところ、あの性格ですから一人でやっていくのは大変でしょうね。でも、やってやれないことはないのだと思います。それはララさんも同じ。元旦那さんとお子さんもご実家へ引っ越したそうですよ。元旦那さんはとにかく仕事が忙しい人なので、同居という形を選びました。お子さんにとってはそっちの方がいいかもしれませんね。そして、実はララさんとナオミさんの娘さんたち、今文通しているらしいんです。ララさんの娘さんは今父子家庭になりました。そのことに対する不安をナオミさんの娘さんに相談しているとか。親御さんとお子さんたちが別々で本当に良かったです。ちなみにあの商店街勢揃いの誕生日会が話題になったんですよ。商店街の美味しいものや楽しいものがいっぱい。せっかくなので商店街巡りのスタンプラリーを始めました。いろいろなお店を巡ってスタンプをしてもらい、集まると商店街のお得なクーポンをプレゼント。これがね、結構盛り上がっているんですよ。いいアイデアだねと義母にも褒めてもらい、とても嬉しいです。皆さんもお近くに商店街があったらぜひ行ってみてくださいね。なかなか楽しいんですよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。